はい、それでは今から皆さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあまず最初にレッスン習い始めたきっかけをお聞きしたいんですけれども。はいはい、はい、じゃあお願いします。はい、ママがピアノやるって言ったからやるって言っただけで。はい、言いました。はい、どんな形でそういうお話になったんですか？なんかママがし夜になんか調べたみたいで。あ、それは申し込む時の話かな。はいはいはい、はい、じゃあママはどんな思いで始めてみようって思われたんですか？自分が小さい時からピアノやってて、自分で良かったなと思ったので、子供もやりたいかなと思いました。どうかなと思って聞いてみました。そういう流れだったんですね。はい、ありがとうございます。じゃあ次はお願いします。ピアノがやりたかったから、自分でやりたいなって思ったから始めたんですね。あ、そっかそっか。なんでやりたいって思ったんだろう？テレビで見たから。テレビでピアノ弾いてる人を見たからやりたくていいなって思ったのかな。はい、ちょっと次、はい、お願いします。はい、ピアノ弾けたら楽しそうだから、楽しいです。ボン、お願いします。ビン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 。パパが弾いてたんですね。お家でなんかどんな感じのを弾いてたかって覚えてる？いいこと思いついた。これで出して、出しちゃって。エルさん、ああ、すごいね。モアナ。モアナ、へえ、聞かせてくれるために弾いてたのかな、それ。あ、パパが好きです。へえ、すごい。先生弾けますかそれ？はいはい。あ、じゃあそれを見ててなんかいいなって思ったんだ。はあ、じゃあパパの影響大きいですね。そうですね。ありがとうございます。はい、次の質問に行きます。習っていて楽しいところはどんなところですか？はい、言います。です。はい、じゃあお願いします。ピアノが楽しい。楽しい。何をやってる時が楽しいですか？弾いてる。弾いてる時。今弾いてる中で一番好きな曲とかってある？何ですか？ゾウのペンキ屋さん。あ、ゾウのペンキ屋さんが好き。はい、ありがとうございます。じゃあお願いします。一番ピアノ弾いてて楽しいのは、最後にシールを隠せることです。はい、やって。言いましたね。はい、やって、はいはいはい、やって。隠せるというのはこういうことです。同じ色のところに同じシールを貼るということだそうです。あんまりわかんない。はい、ありがとうございます。はい、どこに貼るの？どうぞお願いします。え、ここピアノやってて楽しいですわ。ノート書くことです。ノート書くことが好きなのかな。うんうん、自分で考えて書くのが好き。何を書くの？え、これのノートに好きなもの書いていいんだって。いつもスラスラ書いてますもんね。書くの、これに。弾くのも楽しい。お、そうですね、弾くの。今弾いてて一番楽しいなって思う時ってありますか？この曲が楽しいとか、こういう弾き方が楽しい。カエルのケツジャム。難しい。ごめんね。まだ習い始めたばっかりに難しい質問をしてしまった。上手に弾けた時嬉しいよね。そうそう頑張ってますもんね。ありがとうございます。じゃあお願いします。あ、このカエルちゃん、このカエルくん、あ、上手に弾けた時、一番なんか今まで上手に弾けた曲、これがあったなとかって覚えてますか？
っぱいいつもたくさん弾いてるのね、レッスンでもね。このベロも一番好きなところなんです。一番好きなチャップのベロだって。あ、ビンゴ人気ですね。ビンゴ、そうそうそう。はい、違う州でもビンゴっていう答えが。ビンゴね、楽しいよね、弾けるようになるとね。ありがとうございます。じゃあ最後に、私、広畑ひとみ先生はどんな先生ですか？はい、じゃあお願いします。優しい先生。あ、優しいですか？どんな時に優しいって思います？教えてくれる、教えてくれる時。そっか、教え方が優しい。あ、そうなんですね。ありがとうございます。あ、やっぱり一番最後がいい。あ、分かった。はい、はい、お願いします。私ごめん、わかりやすい。あ、そうですか。リズムの本とかピアノ弾くとかっていろいろんなことレッスンでやっているけど、どんな時にこうわかりやすいって思います？手も出す。手がいいっていうのがわかりやすい。あ、よかったです。あ、ありがとうございます。皆さんなんか具体的に答えてくれるから嬉しい。はい。じゃあお願いします。どんな時に優しいって思いますか？優しい。教えてくれる時。ありがとうございます。まだちょっとね、難しいよね。そうそう、優しい時ありますかね。はい、お願いします。えいちゃん先生はいつも分からない時に教えてくれる。はい、はい、じゃあお話聞かせてくれてありがとうございました。